皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹と申します。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。グッドボタンやまたチャンネル登録もぜひお願いいたします。本日12月9日金曜日、正しい祈りという題でお話をいたします。まあ、クリスチャン同士の世界でね、ぜひ祈ってくださいってこう言うとね、わかりました、お祈りいたします、まあそういうやり取りが結構あるんですよね。まあ、この祈ります、祈ってますというのがね、単なるポーズ、ご挨拶に終わらないようにしたいものです。祈りというのはつまりその相手に対してあなたの思った通りになりますように、いやいやいやそれは間違ってるな、私が願った通りになるようにしてあげてください神様、ちょっと懲らしめてくださいみたいなね、そういう人間の思いがなるようにではなくて、すべてを知っておられ、一番いいことをもうすでにやろうと待っておられる神の御心のままに行ってあげてください、神様良きに計らってください、お願いいたします、祈ってますねって言ったらね、そのようにまずもう瞬間的に祈ったらいいんですよね。後でって言うとね、忘れてしまう、いや祈ってくれてありがとう、ああみたいなね、祈ってないとね、祈ってたよってこう言えないですよね。自分を愛するように隣人を愛しなさい。皆さん、神に祈ってもらうというのはものすごく力強い、これ以上ないことです。自分がしてもらったら嬉しいはずです。もちろん祈りはいいけど、もっと助けてくれ、いやそこにつながっていくんですよ、祈るとね。祈ってると心動かされ、ああその、あの人に何か必要なものがあるかな、それをさせてもらおう、してあげよう、そういうふうに変わっていくんですよね。否定的な気持ちがあっても許そう、その人の最善を願って親切にしていく。皆さん、その人の思い、あなたの思い、その人間の思いではなく神様、あなたの思いがなりますように、一番いいことがなりますように、あなたの隣人、家族、そしてもちろん自分のためですけど、国のため、世界のため、どうぞ正しい祈りというのは神の御心がなるようにという祈りです。今日そんな祈りを一緒にしていこうじゃないでしょうか。主よ、今この身を捧げ、どこまでも続く道、私は生きてゆきます、主の御手の中でいつまでも溢れる主よ、あなたの最善を成してください。アメン。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう、さよなら。